はいどうも花巻東高校の佐々木林太郎選手が、明治神宮大会の1打席目でね、いきなりホームランを打ったってことで、話題になってますね。で、これについてね、こんな風にね、不正だとかね、あとドーピングだとか、調子のんなとかね、いろいろ批判がありますね。いやね、ほんと許せないなって思いますね。うん。 いやさ、本当にさ、あのね、真剣にやってる選手に失礼だし、うん、なんならこれ、あの、名誉毀損で犯罪だからね、うん。いやね、ほんとね、許せないなって思いますね、うん。でいやすごかったね、ホームランね、あの、豪快なアーチでさ、うん。で、まあ、プロだからね、いいってわけじゃないけどさ、 まあ、プロはさ、ある程度さ、こういうことがあるってのは、ね、覚悟してるし、まあ何よりもお金もらってるからさ、まあある程度仕方ないけどさ、うん、だけどさ、こういうなんかアマチュアとかさ、特にさ、高校生とか、うん、中学生とか未成年者に対してさ、その、ね、誹謗中傷だったりとかさ、そのね、あることないことさ、書くのってさ、ほんと良くないなって思うんだよね、うん。 てかこれさ、犯罪だからね。うん、お前やってることね。うん。ほんとね、許せないなって思いますね。うん。で、なんとね、この佐々木麟太郎選手。いや、高校1年生なんだね。うん。で、しかも48本もホームランもう打ってんだよ。で、これでさ、父親がここの高校の監督。で、大谷翔平を育てた監督ってことでさ、いや、能力と。 環境がさ、揃っててさ、いや、相当すごいよね。うん。いや、これはね、将来がね、楽しみな選手ですね。いや、ぜひね、頑張ってほしいですね。ってこと。